どうも、ゴエモンさん宅です。今回の動画はなんと初めてなんですけども、東京都内、まあ場所はほぼほぼ高円寺なんですけども、まあそちらで2日間ポップアップのイベント、まあポップアップっていうほど大したもんじゃないので、ギフトショップというような形で、交流会を、視聴者様とやりたいなというふうに考えています。でちょっとなくなったんで入れてきます。で、まあ、どういう視聴者の方が見てらっしゃるのかなという形でね、いつもなんかこう疑問があったんですよ。まあそれもあってですね、なんかこう一つそういう場を設けたいなということで、今回ですね、まあコロナも薄れてきてはいると思うんで、5月14日15日の、まあ、土日、まあ、ゴールデンウィーク明けた次の週ですかねに、ギフトショップをねやろうかなと思います。まあ目的はですね、まあ、いつもご視聴いただいている視聴者様への、まあ、感謝と、まあ、交流を持つというような感じで、まあ、それを、まあ、買い物を通して、まあ、コミュニケーション取れたらなというような感じで今回のね企画を考えました。で、まあ、14日15日の2日間で時間が、まあ、土曜日、まあ、ちょっとねここ変動はあるかもしれないんですけど、まあ、14日の土曜日は12時ぐらいから、6時ぐらいまで、で日曜日は、まあ、12時からちょっとね片付けもあるんで12時から、まあ、4時ぐらいで終わろうかなと考えています。でイベントの内容なんですけども、まあ、ポップアップっていうような感じでこう買い付けしに行って売るみたいなそんな感じじゃなくて、まあ、どちらかというとというかほぼ、まあ、自分が持っている私物を販売するというような感じに考えています。まあ、全部私物とは言いましたけども、まあ、自分のものはまあメンズで、まあ、妻のものはまあレディースとか、あと、まあ、キッズ、息子がいますんで、まあ、キッズ用の、まあ、洋服とかおもちゃとか、まあ、そういったものも、持っていけたらなというふうに考えています。でどういったものを持っていこうかなというふうに考えてたんですけども、まあ、まず一つは自分が昔、まあ、学生ぐらいの頃から集めていた、まあ、ゴローズもね同じように集めてたんですけども、まあ、ゴローズと同じぐらい集めてたID ブレスってシルバーの、第二次世界大戦とかぐらいの40年代ぐらいの、ブレスレットがあるんですけども、まあ、昔から集めてたっていうのもあって今もうストックが数十本ぐらいあるので、まあ、それをですね、まあ、少し、販売させていただけたらなというふうに考えています。であとは自分がいつも着ているようなアメリカの古着とか、あとは、スニーカーとか、スニーカーも結構ね、まあ、昔から持っててずっと履いてないもう箱に入ったままの状態とかのやつも結構あるんで、まあ、それも販売させていただいたり、あとは、まあ、アメリカの雑貨類が結構多いかなと。あとはレッドウィングの非売品系とかも結構、持ってるので、まあ、それもいくつか販売させていただけたらなみたいな感じで考えています。まあ、あとは自分的にスペシャルみたいなのもいくつか持っていこうかなというふうには考えていますので、まあ、買い物しながら、交流しながらみたいな感じでおしゃべりでもしましょうかみたいな、くつろぎましょうかみたいな、そんな感じで。で続いて参加方法なんですけども、まあ、場所は、東京都内の、まあ、杉並区になります。まあ、杉並区っていうと高円寺とかになると思うんですけども、まあ、場所はその辺りで考えてます。でこの動画を見ていただいて、まあ、行きたいなとかね、行ってやってもいいぜみたいな風に思っていただいた方がいらっしゃれば、まあ、その方にその、開催場所をお伝えしようかなと考えています。で、開催場所の、まあ、伝え方なんですけども、まあインスタもしくは、ツイッター、まあ、どちらか多分されている方がほとんどだと思うので、どちらでも、結構ですので、まあ、自分のアカウント、まあ、ゴエモン三択のアカウントに DM いただければ、
住所をねお伝えしようかなと思います。でその際なんですけども、まあ、DM の方に、まあ、お越しいただく、まあ、人数とあと日時、まあ、14日なのか15日なのか、時間帯が何時頃なのかっていうのぐらいは、連絡いただけると非常に助かります。まあ、本当に一つも、インスタ、ツイッターで、投稿がない方とかあとそのアカウント自体が機能してないアカウントとかの場合はですね、申し訳ないんですけども返信はしないとこうかなと考えていますので、よろしくお願いします。注意事項なんですけども一応コロナ対応ということで、マスク着用はお願いしたいのと、まあ、熱がある場合は罰でお願いします。あと、商品の販売方法というか販売に関しては、全て現金のみで、お願いしたいなと思います。クレジットカードのそういうなんだ提携とかそんなんもしないので、まあ、当日もし、商品ねご購入いただく場合は現金で、お願いしたいなというふうに考えています。まあ、商品はねご用意はしてますけども、まあ、商品全然買わなくても全然結構ですので、まあ、友人とかあとお子様とか、ご家族あと彼氏彼女も何でも OK ですのでぜひですね、お誘いいただいて一緒に、来ていただけると嬉しいなと思います。なんせね本当初めての試みなので、まあ、14日15日で、まあ、一組ずつぐらいね、来てほしいなというような感じで考えています。で本当は、まあ、2月3月ぐらいの間にイベントのねご案内をしようかなと思ってたんですけどもその間ですね実はもう YouTube 全く、サボってましてでこのご案内も非常に遅れちゃったというような感じ で先週日曜日か土曜日かぐらいにもう1ヶ月切ってんなと思って慌てて、今回ですねこんな感じでご案内する形になりました。一応ねもう場所はずっと前から押さえてあるんですけども、まあ、詳細は下の概要欄の方に、記載しておきますので、まあ、それ見ていただいてあ行ってやってもいいなって思ったら、まあ、Twitter かインスタの方に DM をいただければ嬉しいなと思います。ということで、まあ、できるだけね早めに DM いただく方が、まあ、万が一、人がねちょっとこう多くなっちゃうとお断りするケースもあると思いますので、まあ、いけそうなら早めに、DM いただけると、まあ、別にねそれで、絶対来いとかそういうあれじゃなくて別に DM いただいてやっぱいけませんでしたっていうのでも全然 OK ですので、よろしくお願いします。ということで、まあ、今日はねこの辺で失礼したいなというふうに思います。ぜひ皆様お誘いの上お越しいただければと思います。ということでではまた次回。